どうも、デミズの山田です。近々実装となる純伝説ポケモン、レイドボス、ファイヤーの対策動画でございます。どんなポケモンをファイヤーに当てればいいのか、そしてファイヤーはどんなタイプでどんな技を出してくるのか、ゲットしたファイヤーは強いのか弱いのか、そういったものをまるっと紹介していこうと思います。まずはファイヤーというポケモンについて解説していきましょう。光と炎の2つのタイプを持っている純伝説ポケモンです。弱点は電気と水、そして岩が二重弱点になってます。ということは岩の技を当てるのが最適ですね。ファイヤーなのですが炎の技しか使ってきません。ということは炎を軽減しつつ岩を打てる、もしくは電気か水の技を打てるポケモン、これが対策として、いいということになります。それで、ゲームウィズで現在挙げているポケモンが、まずはバンギラスですね。バンギラスは、まあ、前回まで出ている、フリーザ、さらには今出ているルギアですね。これらの対策ポケモンとしても使えるということで皆様作ってると思うのですが、ストーンエッジを覚えていれば最高ですね。噛みつくストーンエッジ、この構成のバンギラスがいればもう抜群です。時点でゴローニャ、ゴローニャもストーンエッジが使えますね。そして炎も軽減します。フリーザーの時は弱点疲れちゃってすぐにやられちゃったゴローニャって思ってた方、今回は、ファイヤーなので大丈夫です。さらにダークホースなんですが、オムスター、これが有効なんですね。なぜかというと、オムスター岩と水タイプなので、なんと炎が二重で耐性がついてます。技厳選しっかりすれば相手のダメージを半分にしつつ、こっちはもう 1.5 倍でダメージ与えられるので、とてもおすすめです。もしも今挙げたポケモンがいない方は、手持ちにシャワーズやギャラドス、もしくは電流やサンダースですね、これらのポケモンがいると使ってみるといいと思います。あとレイドボスとして出現しているサイドン、これをゲットしてきて使うというのもおすすめです。サイドンが岩砕きストーンエッジっていうね、岩岩の技を覚えられるんですが、こうするとね、まあ、相手の弱点がつける上に炎を軽減できるということなので、これ取って出しで使えますね。まあ、先ほど挙げたシャワーズも同じです。そして今回ゲットできるファイヤーが果たして強いのか弱いのか。強いです。炎タイプの中でも種族値がとても高いんですね。攻撃力も高い上にヒットポイントもかなり高い方に入ります。本人が技1、技2で炎しか覚えないということは、技ガチャがとてもしやすいんですね。ただし山田個人が気になってるのは、技にが全て1ゲージ技なんですね。2ゲージ技、3ゲージ技という風に小回りが効くものを覚えない、これがもしかしたらネックになってくるかもしれません。とはいえ現状の炎タイプの中では種族値はトップクラスのポケモンなので、皆様ぜひゲットしましょう。ファイヤー対策いかがでしたでしょうか。また別の伝説、純伝説が来た時にご要望あれば、こういった短い対策動画撮ろうと思いますので、ぜひぜひコメントお願いします。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。